というわけでお世話になります、ゆうちゃんです。さあ本日動画を撮っていくのはこちら、シュワラスターのタイワックス、こちらを使っていきたいと思います。特徴として愛車が引き立つしっとりとしたツヤ、タイヤに優しい水性タイプ、液だれしにくい乳液タイプということですので、実際にやっていきたいと思います。まず中身を見ていきたいと思います。はい、中身は2つ入っていました。タイヤワックス本体と専用のスポンジです。でこちらの専用スポンジなんですけれども、ちょっと特徴があって、握り手の部分がしっかりと持ちやすい形になってて、ここのスポンジ固めです。そして実際にタイヤに塗り込む面、こちらの方になるんですけども、乳液が染み込みやすいように柔らかめのタイプになってます。また端っこが斜めにカットしていて、こちらのホイールとタイヤの間の隙間に入り込みやすくなっているそうです。さあそれでは実際にこれから使っていきたいと思いますが、まずタイヤをきれいにするということで洗っていって、でその後この右半分ですね、右半分にタイヤワックス使っていきたいと思います。それではやってみましょう。はい、それではですね、こちらのシュワラスタータイヤワックス実際に使っていきたいと思います。ではまずよく振ります。はい、それから専用のスポンジに垂らしていきます。ちょっと多いかもしれないけど、わからないので、まあこれぐらいで今やってみます。こちらのスポークからこちらのスポークぐらいまでですね、実際にやっていきたいと思います。そして順番は下から上に塗った方が液だれが少ないということですので、その通りにやっていきたいと思います。ここまででしたね。ちょっと下の方に多く溜まっているので上の方まで上げていきます。あとこちらの角ですね、斜め角になっているところ、こちらを使ってこのホイールとの間塗っていきます。結構しっとりとしてきましたね。どうでしょう、左半分と比べるとしっとりしてきたんじゃないでしょうか。そして、さらにムラをなくすためにはマイクロファイバークロス、こちらで、拭いてあげるといいということです。まあ、シュワラスターの、タイヤワックスなんで、もちろんシュワラスターのマイクロファイバークロス、こちらが推奨になっています。はい、これで乾燥させたら完成です。乾燥の方が終了しましたので見ていきたいと思います。タイヤワックス使ったのがここからここまでですね、右側半分、左側半分は何もしていない、ただ洗った状態です。やはりツヤの黒さっていうのがしっかり出ているかと思います。で水性ですから、あまりギラつくことはないので、まあそうですね、新品でタイヤを買った時に一番近いのかなと思います。個人的には結構ギラギラしてるのも好きなんですけど、まあナチュラルな、黒さを求める方にはこちらのシュワラスタータイヤワックスとてもいいのではないでしょうか。今回感じたのはやはりこちらの専用スポンジですね、これのここの斜めの部分でホイールとタイヤの間を塗っていけるので、ここの隙間ですね、ここが非常に使いやすかったです。ただ一つだけ、うちのタイヤに限ることなのかもしれないんですけど、ここの細かいところですね、ここはどうしてもやはり、難しいので、まあ、そういった時は、押し付けてですね、たっぷりとここの間のところにも、タイヤワックス入れ込んでから拭き取っていく。で最終的にはこちらのマイクロファイバータオルでタイヤを拭き上げてワックスのムラをなくすっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はシュワラスタータイヤワックスを使ってみました。
という感じで私は車に関する小ネタを動画で上げていますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次に会う日まで、バイなら。じゃんけんぽい。私はグーを出しました。皆さんは今日私に勝ちましたか？